はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、青ズの総括やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、クラチャードリーグの評点及び限定評価ということでやっていきたいんですが、さあ、ということで今回もね、今年も、まあ、23の青ドのカードが出揃いまして、まあ、23シーズンにね、えー、評価を高く受けた選手たちが、J1、まあ、J2 の軒並みね、登場してるという中で、まあ、当然ねあの、メンバーというところに関しては、まあ、J クラ2023シーズンナンバーワンの、no. え、質を誇る限定となるわけですが、さ果たしてね、まあ、その限定としての評価とか、まあ、選手個人の評価というのは、まあ、その配信でね、あの、29日当日にやらせていただいたんですが、細かい、ま、評点とかね、つけるというのは、まあ、総括で、え、やっていったりとか、まあ、話したいことが、ま、残ってたりとかすれば、それについてちょっとお話ししたりとかね、まあ、あの、更新動画で拾えなかった部分とかも、まあ、今回の動画を通してね、しっかりとお話しできたらなと思いますので、よろしくお願いします。 はい。ということで、早速なんですが、もう中身に入っていきましょうか。さあ、ということで、まずね、クラちゃんからのね、クラちゃんリーグそれぞれの、ま、標点付けをしたいわけですが、まあ、高いとこから行かせていただきたいなと思います。まあ、クラちゃん評点10からね、じゃあ見ていきましょう。ではこちらです。はい。ここはご覧の通り、ずらっとね、グレード99の鈴木馬選手を筆頭に、えー、順に並べさせていただいてます。 で、ここに関しては、ですね、ちょっと今回、あのー、クラブごとにね、並べて、ちょっとこちらで集計したものもあって、あのー、基本的には選手図鑑順になってると思ってください。まあ、いつもだったらグレード順でね、あの並べ替えるんですけど、今回ちょっと特殊なんでね、限定がね。はい、ということで、えー、ずらっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12人かな、はい、えー、選ばせていただいてます。まあ、今回でいうとですね、まあ、特にまあピックアップの選手かな、が、キ P を持ってるということですね。 で、ダブルセンスで大体オフェかディフェ持ってるっていう感じでしたけど、まあ、その関係で、まあ、クラちゃんの方が、まあ、正直評価は伸びやすかったかなというところと、あと、ポジション別の話で言うと、まあ、例えば山岸選手とか、まあ、鈴木優馬選手とかを筆頭になんですけど、パーフェクトポストプレイとかね、こういう、なんていうかな、クラちゃんに結構特化したようなっていうか、まあ、結構やっぱり強いスキル構成を持ってる選手とかも上位にね、食い込んできてますので、まあ、そういった選手がのけなみ入ってきたりとか、まあ,あ、と、守備陣に関しても全体的に言えるのは、もうそうですね、あの e、E プライ p 5 0とか、 まあなんなら30の組み合わせとか、大体こういったスキルを主にまあタックルスティール持ってきてて、まあ空中戦の選手もいますけどね、持ってきてて、まあ結構安定感がある選手というのは多かった印象がありますので、 まあそういった選手たち、あとゴールキーパーのね、まあ西川選手とか、まあランゲラック選手あたりとか特にね、まあ安定感あるスキル構成で、まあ、クラチャンでも強す、まあリーグでもどちらでも文句ないぐらいの、はい、カードが出てたということで、まあポジション的にはまあ全体的に、まあ特にまあそのディフェンダーね、センターバック、ゴールキーパー、まあフォワードというところですか。はい、が特に強めに見えたんですよね。なので、まあ結構選手入ってきてる中で、 あとそうですね。まあ、武藤選手とか、まあ、木田選手とか、まあ、そのポジションで言ったらボランチとかウィングの選手、も中にはね、まあ、結構まとまりよくてね、スキル構成的にもしっかりと稼げそうだなという選手も入ってきたりとかしてるので、全体的なこのクラちゃんの評価としては、やっぱ結構限定内でも高い評価をつけれるんじゃないかなというところは、まあ、それぞれのポジションでやっぱり、うん、稼ぎ頭の選手がいるんでね。 そのまあ結局はクラちゃんの評点というのは表面上でしかつけてないのでボーナー戦とかスキルとかしか見てないんですけど実際はねまあ当然他の残り3センスで EP とかしっかりとつけてこないとまあ稼げるものも稼げなかったりするのでま決して表面だけの評価でね決まるものではないんですけどまあそういった選手たちをよりね EP をつけて稼がせにいけばね輝くということでぜひね、評点10ということで。 はい、ここは文句なしということでね、計12人挙げさせていただきました。まあ、よかったらね、はい、えー、評価の参考にしてみてください。はい、じゃあ続きまして、クラチャン評点10ほどではないんですけど、ということで、9の評価ね、まあ、ここも結構高い評価になります。ということで、じゃあ見ていきましょう、こちらです。 はいここはね、めちゃくちゃいますね。はいということで、これもちょっと何人いるんだ ?1、2、3、4、5、6、7、8、8、2、16の、多分16だ1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、8、8、7なんで、23人はい、いますね。はいということで、ちょっと読み上げはね、あの時間かかるので、ちょっとね、あの佐野選手を、ね、1人にということで、えー、省略させていただきますが、まあ、これもクラブごとにね、並んでるので、まあ、どの選手が入ってるかっていうのは、クラブ順にね、はい、ぜひ見ていただけたらなと思うんですが、 まあこれもさっきの10の評価と一緒なんですけど、9のところっていうのも、まあそもそもボナスー e p 3 0持ってる選手とかもね、まあ多かったというところね。で、今回で言うと、グレードで言うと、まあ言ったら93以上の選手がほぼほぼまあ7、8割ぐらい占めてるぐらいの数がいるので、そもそも普通の限定よりもクラチャン向き、てかボナスイ e p 持ってる選手が圧倒的に多いっていうね、はい感じになってたのと、まあ、あと当然ね、そのグレードが高い選手が多いので、まあ AA スキルを持ってる選手とか、AAB とかね、まあね、ABB とかの選手、まあ AAB の選手なんて多分全体の 多分6割とか5割6割ぐらいいるんじゃないかな、もっといるんかな、もしかしたら7割ぐらいいるんかなっていう割合がすごいので、まあ、当然、評点が伸びやすいというね、はい、環境のもとにそれぞれのまあポジションで、まあ、それぞれのある程度のスキル構成を持った選手が入ってきてると、はい、思ってください。まあ、なので、まあ、ある意味、まあ、クラちゃん特化した限定にも見えるよね。うん <laughs> まあ本当にね、その95以上の選手は、まあ大体入ってきてるなっていうところと、まあよっぽどスキルがね、ちょっと厳しくない限りはここに入ってきてると思うんですけど、まあそういったところの選手はやっぱりね、クラチャンに、まあ向けてね、育てるっていうのもありだし、まあね、あのリーグの方でもね、高い評価を受けてる選手もいると思うんで、まあそっちで染めるのもいいし、まあなんならさっきの、まあ、評点10の選手とか9の選手の上位のところというのは、まあ染めなくてもね、どちらでもいけるよみたいな感じに仕上がる可能性もありますからね。まあということで、まあ、選択肢はね、結構広い。 限定というのがね、まあ、このクラちゃんのところから、まあ、この後またリーグの評点とかしますけど、まあ、そういうところを見ていただいたら、まあ、分かるんじゃないかなと思います。まあ、気になる選手が、ね、ここにいたかどうかというのはねぜひチェックしてみてください。まあ、ここの選手たちも、ね、EP がしっかりつけば、まあ、乗ればクラちゃんで全然活躍できると思いますのでぜひ、ねえー、チャレンジしてみてください。はい、じゃ続きましてクラちゃん表で8の選手、じゃ見ていきましょう。こちらです。 はい、ここはですね、長戸選手ですね、もう筆頭にずらっと、えー、ここはそんなに多くないですね、1、2、3、4、5、6、7、8人かな、はい、8人ですね、はい、選ばせていただいてます。まあ、大体さっきの9の人数とか見ると、まあ、大体8人流れてるなっていうのは分かると思うんですけど、大体まあ、ここもね、うん、まあ、グレードで言うとちょっと控えめの選手多いですかね、87、まあ、長戸選手だったりとか、まあ、奈良選手だったりとか、まあ、宮原選手だったりとか,すか、まあ、ここら辺の選手たちも、 まあ、ボナセン EP 持ってないんだけど、スキル構成はいいって感じですね。結構稼げそうな、えー、雰囲気を感じた選手かなと思います。まあ、特に、S、スキルがいいですね。タックルとかスティールのね、上位スキル持っててね。で、あとはまあ、90代の選手とかね、まあ、90、まあ、89以上の選手ですかね、とかも入ってきてる中で、まあ、ここの選手たちも、まあ、可能性はあるかなと。まあ、ただね、香川選手とかちょっとね、スキル構成厳しかったので、ちょっとここに、まあ、96でここに入るというのは、ちょっとある意味評価が、まあ、ちょっとよろしくないというところで、 はい見ていただければなと思うんですけど、まあちょっと急に比べるとネックなところがまあボナセンだったりとか、まあ、スキル面で、うん、ちょっとあるのかなというところで、まあ、ただ全く可能性がないってわけじゃないって話で、ねうん、EP とか乗ればそれなりに可能性はまあ見えてくる選手かなというところで、まあ、ここも押さえていただけたらなと思います。はい、じゃあ続きまして、えー、リーグ評定の評価にね移っていきたいわけですが、どっちかというとクラチャンよりも、ね、リーグの方がちょっと今回厳しそうに見えましたが。 さあ、氷点10の選手、まあトップクラスの評価ですね。の選手たち。はい、見ていきましょう。こちらです。はい、ここもね、99西川選手を筆頭にずらっと並んでまして、まあ、ここは9人の選手ですね。はい、氷、えー、点10で付けさせていただいてます。まあ、グレード95以上の選手、まあ特に97以上の選手がね、ずらっと並んでるわけですが、まあ、ポジション的に言うとここもまあそうですね、センターラインが結構強めに見えますかね。ただ、 まあそうですね武藤選手とか坂井豪徳選手みたいな、ね、サイド系の選手も見たりとかそういったところもあるのでまあ、仕上がり的にはまあ全体的にはやっぱグレード高い選手の仕上がりというのは結構高い、うん、限定だったかなと思いますし、まあ、当然ねこちらに上がってくる選手たちというのはまあこれまでそのまあ細かいところで言って、まあ、フォーカス系の限定とか、まあ、黄色限定とかいろいろあったと思うんですけど、まあ、そこで本当にトップグレードとかを飾ってきた選手たちだと思うのでもともと ハードルが高くもありね、うんで、これまでのカードとかと結構比べられたりとかすると思うんで、まあ、僕も、ね、なんかあの動画また作って比べようと思いますけど、まあ、そこの比較とかが、まあ、比較的やっぱ注目されやすい選手たちにもなってるのかなと思いますし、まあ、リアルな、ねえー、世界では J リーグ2024シーズン始まってますし、まあ、その始まってからの、まあ、やっぱり活躍というのも気になる選手たちだと思いますし、まあ、来シーズン以降とかも。 まあ、いいカードが、うん、出やすい選手たちだと思うんでね。まあ、こういうところはしっかりと押さえておいてほしいし、まあやっぱり評価が高いっていうか、まあ、この青図の時期っていうのは、この今、氷点銃つけたカードっていうのは、おそらくですけど、能力値的な話だけで言うと、来シーズンの、言ったらもう本当に年越すぐらいまで、まあ、言ったら2024年中ぐらいは、全然戦えるぐらいの能力値になってくると思うんですよね。で、それはもう一つに言え、グレードが高いっていうところもあるしね。例えばまあ、ここら辺の選手たち、まあ、例えば大迫選手とかにしても、101ではあるんだけど、じゃあ、 ね、24シーズン前半に101のグレードが出るかつては出ないしね、大体いい98とか9ぐらい、まあ、よく言って9ぐらいかなと思うので、まあ、だからそういったグレードの優位性とかもあるんですけど、まあ、ここで手に入れておくと結構長い間、まあ、安定して使うこともできるので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、今回あのチャンスだと思いますのでね、まあ、あの欲しい方いたら、まあ、なかなか欲しいからって言って手に入るかって言われると、なかなか母数も多いしね、そもそも本当にライベ10位とかに入らないと確定とかで取れないんじゃないかというところがあるのですが、ぜひ。 はい、えーまあ、お気に入り検討でね当たる可能性もあるんでぜひチャレンジしてみてほしいなと思います、まあ、特にここら辺に上がってくる選手は、まあ、本当にもうトップ中のトップと、はい、思ってください、はい、じゃ続きましてリーグ評点9ですね、まあ、10ほどではないんだけどここも仕上がれば十分、えー、可能性のあるカードということで、えー、見ていきましょうこちらです はい、ここ、グレード99の鈴木優馬選手をヒットにずらっと、はい、ここも並ばせていただきまして、多いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、8、2、16ということで、16名の選手たちを、はい、挙げさせていただいています。まあ、ちょっとやっぱりね、クラちゃんに比べると、うん、高い評価の選手が、やっぱりちょっと減りがちというのは、まあ、今回のね、まあある意味、青図の特徴なのかなと。まあ、これは、まぁ、一つがゆえに、まあリーグの評価が悪いんじゃなくて、あまぁ、あ、クラちゃんの評価が伸びやすいというのもあったんですよね、正直ね。うん。 だからまあリーグ評点としてはまあここに16人上がってくるっていうのもなかなかまあレベルが高い限定ということをね示してるんじゃないかなと思うんですがまあここもねまあ全体的にまあグレード95以上の選手とかも多い中でまあ中にはねグレード92のマイクマ選手とかまあなんならこう奈良選手とかもねここで評価してますからねうん結構仕上がりがいい選手はグレードがねそんなに高くなくても仕上がりがいいというのもねまあ大津の一つの特徴だと思いますんでまあだからまあねグレードで全てが決まるわけじゃないっていうのもね一つあるかなと思いますし 当然、グレードが高い選手でね、仕上がりいい選手、ボナセンとかも一致している選手も多いんでね、そういった選手はやっぱり使いやすかったりもするので、評点9とはいえね、一つに9とはいえ、正直9の中でも0.5ぐらいの差があったりとか、そういうのは全然あると思うんですけど、一括くりね、9と言ってますけど、でもここに上がってくるということは本当に仕上がれば、十分本当にアマテラスサイドが出る人とかでも、全然スタメンとか、うん、あるぐらいだと思いますので、ぜひね、評価高いとして認識してほしいなと思います。 まあいろんなポジションの選手がね高い評価で出てますので、まあ全体的な補強に関してもね狙いやすくなってますので、ぜひねチャレンジしてみてください。はいじゃあ、続きましてリーグ評定8ですね。ま9、あ、0ほどではないんだけど、ここもまあワンチャンスあるかなというところで、えー、選手を上げていきたいと思います。ではこちらです。はいここ、グレード93の佐野海選手からずらっと並んでまして、最後、平川選手までね。はい で、えー、ここは人数的には2、4、6、7、8、9、11人かな。はい、上げさせていただいてます。まあ、ということで、まあ、ここもグレード的には、まあ、95以上の選手もいたりとか、まあ、大体、まあ、ここに来ると、そうですね、94までの選手とかが結構多くなってきますかね、どっちかというとね。まあ、その中でも、まあ、そうですね、中盤の選手とか結構多いですね、佐野選手、伊藤選手とかね。まあ、そうですね、ここら辺の選手たち入ってきたりとか、まあ、平川選手とかね、まあ、長次元持ちで出たりとか、まあ、グラサ選手とか、 まあ、ここら辺はセンターバックとかね。まあ、ゴールキーパーでも前川選手とか権田選手あたりとか。うん。まあ、ここら辺の選手たちがずらっとね、まあ、それぞれのポジションで並んでるわけですが、うん、まあ、ここはまあ、正直、ボナ戦が一致してなくてスキルがいいとか、まあ、逆もしっかりとかね。うん。スキルはいいんだけど、ボナ、ああ、ボナ戦はいいんだけど、スキルが、まあ、若干ネックなところが、リーグ面であるとかね。うん。まあ、もしくはグレードがね、ちょっと追いつかなくてここになってるとか、まあ、能力値の基礎値とかね。まあ、そういったので、若干やっぱりどっかに、まあ、難があるんだけど、構えるぐらいの難かなと。 思思っていいたただけたらなと思います、まあ、それはもう当然まあ大体エールド面はもう能力値の、ね、ネックになっている選手が多いと思うんですけど、まあ、これはボナセンが一致しないとか、ボナセン一致してでも基礎値がそんなに高くないとかね、うんだかこれに関してはもうセンスとかつければ補っていけることができたりとか、まあ、スキル強化つけてね、スキルを強化することで、まあ、いい感じにごまかしが効くというか、まあ、上積みが図れるというかね、まあ、そういった形の選手たちが揃っていると思うので、まあ、仕上がれば、えー、しっかりとリーグの、ね、スターメンとかも見ていいんじゃないかなというところで、はい、把握していただければいいんじゃないかなと。 思いますので、えー、その基準でぜひね見てください。さあ、ということで、えー、クラーチャンリーグ評点のね、評価が終わりましたが、まあ、ここでですね、まあ、結局、青図のカードで全体的な、まあ、カードのランキングというのをね、まあ、最後に、最後にというか、まあ、最後の手前で、えー、付けさせていただいたわけですけど、まあ、今回ね、まあ、先にちょっと保険かけておきますと、あの、評点1010の選手多かったっす。7人ぐらいいたかな、結局。うん。で、その中でトップ5決めるってなったときに、まあ、正直ね、もうね、 もう、これ人によると思う。<laughs> 人によると思うんですよね、正直ね。うん。で、あくまで僕の主観でしかないので、あんまり、まあ、今回のランキングって別になんか、ま中、あ、1でこうだろうっていうぐらいで出してるわけじゃなくて、まあ、あくまで僕の見え方的に、まあ、これまでの、その、なんていうかな、そのポジション的な話もあるし、そのポジションの中での仕上がり方とか、まあ、その選手としての仕上がり方とか、まあ、いろいろ、ちょっとそういったのをまあ考えながら順位はつけてきましたので、まあ、よかったら参考にしていただけたらなと思います。では、ランキング見ていきましょう。こちらです。 はい、ここは1位から5位ご覧の通りですね。まあ、1位がグレード101大迫選手。で2位が、えー、グレード100のアレクサンダー・ショルツ選手。3位がグレード100のランゲラック選手。4位がグレード99の武藤選手、えー。5位がグレード99の西川選手となってます。はい、ということで、まあ、グレード順なんですけど、うん、まあ、グレードを別に考慮したわけじゃないですけどね。まあ、やっぱり能力値とかで若干の差があったりとかというところで、まあ、有利なところが、ね、あるので、 でまトップクラスに仕上がってる選手の中で言うと、その若干の差とかもね大きく響いたりもするので、とというこでま必然的にグレード順になったと思ってください。まただですね、この5人、順番に並べましたけど、まこの下に続くんだったら、ま例えばそうねグレード99のエリキ選手とかま98の坂井豪徳選手あたりとかを結構高いめに評価をしたんですけど、僕の中でね。でまこの選手たちに言えることっていうのは、ま当然あのピックアップの選手なんで、 と、えー、15%の,、まあその能力チアップのセンスを持ってたりとか、まあ、99とかでもピックを漏れてる選手もいるので、逆もあるんですよね。例えばディフェン20%と EP30 のダブルセンスとかもあったりするので、まあ、リーググラチャンそれぞれで、まあ、若干その、なんていうかな、優位性が変わってたりするんですよね。ただ、その仕上がりという面では結構似てるので、まあ、若干の例えば、ここだけのランキングで言うとランゲラック選手、西川選手に、まあ、若干やっぱりボナセの違いとかがあってね、まあ、西川選手の方が正直リーグ向いてんじゃないかなみたいな話もちょっと若干あったりするわけですけど、 まあ、あくまでね、まあ、リーグクラチャン総括していくと、そこの差というのはあんまり大きく見るとね、まあ、僕もどっちかというと、リーグ、リーグの方に肩入れしたいところはあるんですけど、まあ、ここはもうそれぞれね、まあ、やっぱ価値が変わってくるので、うん、まあ、今回はちょっとフラットに見ましたけどね、はい。ということで、まあ、リーグクラチャンそれぞれでね、まあ、高い評価をつけた選手がずらっと並んできてるわけですが、まあ、やっぱりね、あの、青津というのは、まあ、やっぱり23シーズンの中でも特別な限定でもあってね、まあ、能力値とかグレードの面でやっぱり高い選手がより高くね、 評価される限定でもありますので、まあやっぱりそういったところでね、こういったいい評価を受けてる選手、まあ来シーズンのね、24シーズンの活躍とかもね、期待される中で、まあ当然そちらのカードもね、もしかしたらシーズン更新したらね、絶対的にそっちの方が強い可能性もあるので、一概に絶対ここで押さえておくべきとはまでは言えないんだけど、まあ押さえておくことによってやっぱり有利になると思うんでね、まあぜひ諦めずにね、お気に入り券とかを使って、まあガチャする人もいると思うんですけど、まあぜひ、えー、自分のね、えー、キーになるカードをぜひ確保できるように。 えー、挑んで欲しいなと思いますね、はい、ということで、えー、ここまでねカードランキングとか評点付けとかをしてきたわけですが、まあ、まとめとしてですね、えー、青図の、まあ、限定全体としての評価総括というのを最終的に、えー、やらすあの行わせていただけたらなと思いますでは見ていきましょうこちらですはいここは青図の限定としての評価なんですが 当然ではありますが、メンバーが豪華な部分と高グレードの仕上がりは、年1レベルで大満足なところはあるかなと思います。さっきもね、評点詳しくつけていきましたけど、やっぱりこれまでの限定に比べて、当然ね、重評価つける選手がやっぱり多い、うん、まあ多い限定だし、まあそもそも95以上の選手が多い中で、まあ有利だとね、いうところがやっぱりありますので、まあ質というところに関しては、まあそういう特に仕上がりのいい選手、上の方の選手という質に関しては、まあ年1だと思います。ただですね、まあやっぱりこれね、 まあ一つやっぱ皆さんも気になったところだと思うんですが、中堅のグレードの選手たちね。まあ言ったらグレード90、まあ89から96までぐらいの選手とかに特に多かったなと思ったんですけど、これね、特にリーグ面ですね。ボナセの位置がね、まあやっぱり割合が悪いというところがあります。で、 んまあこれに関しては、例えばフォーカスドプレイヤーとかが全然一致してる率は高いし、ということに関してまあ言うのであれば、まあ、クラちゃんとかはね、ボナ戦 EP 持ってくる選手が圧倒的に多かったので、評価伸ばしやすいんだけど、まあ、リーグ面がやっぱり若干ちょっと能力値の関係で、高い評価を思ったよりつけれない選手が多かったりとか、まあ、もう一段階ぐらい上つけれたのにな、みたいな選手がやっぱりボナ戦とか、まあそういった影響、まあ、スキル面はね、基本的にはまあ当たり確率は結構高いと思いましたけど、その言ったら、 仕上がり込みでの評価というところに関して言えば結構ハードルがその分ボナセンが一致していない場合上がっちゃったりとかしてる選手も、まあ、ちょっと見受けられたかなと、まあ、特にボランチ付近の選手とかはそういう気があって、まあ、そもそもディフェンスが高い選手があんまり今回会おうずにいなかったというのも一つの要因でもあるんですけどちょっとやっぱ、ね、能力値物足りないなという選手が全体的に多かったというかほとんどそうだったかなと思うので、まあ、そういうところに関してはやっぱり若干万人、まあ、受けするかどうかと言われると、うん、若干ちょっと難しいところが。 まあそこにあったかなというところでまあそういうところもまあ良さ悪さ悪さというかまあちょっとネックなところも踏まえるとまあ評価としてはまあ5分の4ぐらいかなと思いますはいまあ正直4.5つ、うん、けてもいいんじゃないかなというぐらいでしたがまあ青津というところを見るとまあハードルの高さを踏まえると5分の4ぐらいかなと思いましたまあこれがねいつかまあ例えば24シーズン25シーズンとなるにつれて 5分の5になる可能性があるのかどうかと言われると、まあ正直これぐらい毎年なんじゃないかなというのもあるんですが、やっぱりね、その J クラの、まあそのもの、J クラのそのアプリの、まあそもそも特徴を捉えたときにあ、踏まえたときに、あの、どうしても高グレードが手に入る人って一定数、まあいるんですけど、万人的に、まあその全体的な普及率で言うと、やっぱりね、 当然ですけど、悪いんですよね。悪いというか、まあ少ないんですよね、流通がね。ってなった時に、やっぱ限定の評価として、皆さんが結構やっぱ気にするとこっていうのは、いかに結構全体的に狙い目の選手が多いかどうかというところも一つね、やっぱね、まあ特にこれユーザーが増えてくれば増えてくるほどだと思うんですけど、大事になってくるとこだと思うんですね。であとは特にやっぱり無課金とか美課金とかで楽しみたいという人もいる中で、 まあやっぱり現実的に手が届くところ、まあ、という、選手の評価というのも気になるという方もね、まあ、いるんじゃないかなというところを考えると、だから、ここに結構重きを置いてる人からすると、なんか若干、なんか青ずとは言えどな、みたいな、上の方は確かにいいけど、うん、なんか、自分が手が届きそうなところ、なんか、いまいちだなっていうところになっちゃうと、うん、まあ、その、やっぱり、万人受けするとは言えないよね。うん、だからまあ、本当はこういう手が届くところの選手の当たり割合が高い限定というのが、 全体的にあの受ける限定だと思うと、まあ、その選手の割には、まあ、青図、今回見ていたけど、そのボナンス一致してないとかね、まあ、選手に言ったらちょっとスキルが厳しいとか、まあ、あったりもしたので、まあ、そのいずれかの要因で、能力値がちょっと足りないとかね、満足するようなカードが多かったかと言われると、まあ、手が届くところには少なかったというのが、もう一つの、うんまあ、まとめかな、うん、評価として、まあ、全体を表すとしたら、うん、そんな感じの評価になるのかなと思います。 まあ当然ね、ただ上振れというのを狙っていくのも J クラウンド大事なことなんですよね。お気に入り券で例えばグレード100ぐらい今回出てる選手を狙うとかね。で、結構そのお気に入り券をこの前に配ってたので、貯めてた人からすると結構ね、チャンスあったと思うんだよね。だからそういう面はで僕はすごく評価したいなと思ってて、まあ、上から目線になっちゃいますけど、本当にお気に入りクラブ券の流通を増やしたというのは、僕は素晴らしくいいことだと思ってて、まあこれが結構その、言ったら J クラブをやっていく中で、大体の人がお気に入りクラブ券で、 いい選手を引けるかどうかというところが生命線になってきやすいアプリでもありますので、その流通を増やしていった、今後ね、そういったところに関して、よりね、いろんな人が遊びやすくなるというところに関してのゲームバランスとかを、いかに24シーズンとかも維持していくかというのはすごく大事なことだと思うし、こうやってね、青ずみたいな限定とかが来るとやっぱり盛り上がるしね、次また新シーズンが来て、周年が来て、年末が来てとかね、いろいろまた盛り上がるタイミングずっとあるんですけど、それぞれでね、やっぱり。 結構みんなが幅広く遊べるようなね、アプリになりつつあると思うんでね、これからの J クラに期待しつつ、当然ね、青津24シーズンも来ると思うんでね、ぜひね、来シーズンはまたどうなのかというところを踏まえながらね、ぜひね、期待しながら、J クラをね、遊んでいけるいい環境になってきてるんではないかなというところで、締めの評価とさせていただきたいと思います。その一つにね、この青津の限定があると思うんですけど、本当はよく言えばね、 まあその全体的な、まあ、バランスというのはもうちょっと、まあ、リーグ面で特に当たりカードが多ければ,多か、まあ、多ければよかったかなと思う反面ね、まあ、そうやって配るものはしっかり配ってきてて、うんまあ、やりようによってはね、本当に人によってはグレード高いところ手に入れてるので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、そこの工夫というのもちょっと、ね、今後必要になってくるのかなと思えば、まあ、やりがいはあるんじゃないかなということで <laughs>、はい、いい限定になったんじゃないかなと思いますし、まあ、いい限定前の、ね、準備をさせていただいたんじゃないかなとは思ってます。 はい。ということで、えー、今回で青図のね、総括やっていったわけですが、まあ、一括りにね、限定だけの評価というところに関しては、まあ、いろいろ言いましたけど、まあ、ただこれまでの、なんていうかな、まあ、僕もジェイクラーは結構長く遊んできてて、まあ、もう本当にもうすぐね、次の周年ぐらいで、まあ、4年ぐらいになるわけですよ。ってなると、まあ、本当にいろんな、その環境というのが、まあ、当然僕が始めた時から順にね、がーって、1年目、2年目、3年目、4年目となってきてるわけですが、年々ね、良くなってきてると思います。で、 まあすごくその無料ガチャとか最近ね配ってたりとか、まあバン配布も増えましたし、まあこれにね、まあ関して言えば、もう本当にユーザーが増えるきっかけになってくると思うので、まあよりね、また J クランが24シーズン、25シーズンと盛り上がっていくんじゃないかなという期待値は僕の中では、はい、結構高まってるアプリになりますので、はい、ぜひ皆さんもね、楽しく遊んでいただければ、まあ自分のね、目標を作って、まあ今ね、本当にアマテラス会とかもね、できたりとか、 まあ、クラちゃんとかもね、まあ、例年通り開催されてると、まあ、これからもね、開催されていくと思うので、は、ぜひね、自分なりの目標を掲げて、楽しむもいいと思うしね、自分の好きな選手で戦うのもいいと思うし、ということで、まあ、いろんなね、えー、楽しみを見つけながら、ぜひね、一緒に、まあ、遊んでいけたらなと思います。ということで、えー、今回ね、青空の総括は以上となります。お知らせありがとうございました。ここまでで失礼します。バイバイ。